クロアシアホウドリは、ミズナギドリ目アホウドリかアホウドリ属に分類される、鳥類。主に北、太平洋に生息。カキは、ベーリング海やアラスカ湾、アリューシャン列島周辺に渡り、冬季になると、ハワイ諸島、マーシャル諸島などで繁殖する。日本では、ムコジマ列島、鳥島、尖閣諸島、北小島で繁殖する。2013年4月、伊豆諸島の八丈小島において、 約30班が映像を開始したことが市民団体によって確認された。南方の鳥島及び小笠原諸島から飛来したとみられる。2017年には8ペアの産卵とサンバの孵化、雛庭の育ちにより世界最北の繁殖地となった。全長68から74センチメートル。翼海長193から213センチメートル。 体重2.2から4 1キログラム。全身は黒褐色の羽毛で覆われる。くちばし木部周辺や眼下部は白い羽毛で覆われる。おばき部を覆う羽毛の色彩が白い個体もいる。翼の色彩は黒褐色で、初列風切りのうじくは白い。くちばしの色彩はアンハイ色。甲子の色彩は黒い。種小名ニグライプスは黒い足のノイで和名や英名と同義。 幼鳥は、額が白い羽毛で覆われ、くちばしの色彩が、淡化色の個体もいる。海洋に生息する。植生は、動物食で、魚類、甲殻類、軟体動物などを食べる。繁殖形態は卵性。集団繁殖地を形成する。一回に一個の卵を産む。私有交代で放卵する。孵化したヒナは、日中は、巣から離れて、日陰に入る。 八丈小島におけるクロアシアホードリに関する報告と今後の保全対策。日本野鳥の会東京支部研究部。2014年3月21日閲覧。絶滅危惧種クロアシアホードリ。八丈小島に生息2013年4月26日付。クロアシアホードリ八丈島近くで繁殖成功発確認。絶滅危惧種の禁煙。日本経済新聞長官。 http www. 日経 .com スラアーティクルスラッシュ,ッシュ t g x l a s t g 零二 h 零 c s 7 a 5 0 c 百万。ありがとうございます。